どうも皆さん、チャオ、ムカです。ということでね、今回は地の精霊がやはりドワーフと関係しているのではないのかということについてお話をしていきたいなと思います。まあこのね、地の精霊がどういうふうに関係しているのではないのかっていうことについては、以前にね、動画出しているんですけど、今回はね、やはりここ実は繋がってるんじゃないかということで、お話をね、していきたいなと思うんですけど、まあ今ね、この四大精霊っていうものが、サラマンダーとシルフとウンディーネっていうのがね、出てきてて、残り一つ地の精霊どこにいんねんっていうね、風になってるわけなんですけど、まあ別にねそのブラックホールの中では地の精霊どこにおんねんみたいな話はないわけなんですけど、まあ見てる方からしたらねこの地の精霊どこにいんねんってね風になってると思うんですけど、まあこの四大精霊をね見てみた時にこのサラマンダー、ウンディーネ、シルフの他にもう一つ地の精霊として言われてるのがノームっていう精霊なんですよね。でこのノームっていうのが今回このドワーフとつながりがあるんじゃないかっていうね話なんですけど、まあ以前ね別動画でこのドワーフっていうのがまあ地底にね眠っていた者たちっていうことで、まあ小人みたいなね小さい者たちっていうことでそこに一緒にこの地の精霊っていうのがいるんじゃないかっていうね話をしたわけなんですけど、このね四大精霊についてちょっと調べてたんですよ。ちょっと調べてる中でこのノームっていうものとドワーフっていうものが実はつながりがあるっていうところでね新たなところが判明してきたんですよ。でこのドワーフっていうのが一般的になんか火事が得意であるっていう風にされてるらしいんですよね。もう火事をしてるっていうところで何か武器を作っているっていう可能性はあるわけなんですけど、このドワーフっていうのがヨーロッパでは北欧から黒海周辺までノームに似た小人の目撃情報がされているってことで、このノームっていうのとドワーフっていうのはなんか似てるらしいんですよね。でこのドワーフっていうところではやはりチャーミーがドワーフのダブルっていう風に言われてるわけじゃないですか。ってことはこの純粋なダブルではないドワーフっていうものも存在してくると思うんですよね。でこのドワーフについては全く触れられてないんですよ。あのチャーミーがね転生したリルと戦った時にまあ力をね解放してドワーフと人間のダブルということでドワーフの力を使っていったわけなんですけど、その後にこのドワーフについて何か触れられるんかなと思ったら、まあ、全く触れられずにここまで来てるわけなんですよ。まあ以前の動画でも話をしてるんですけど、この地の精霊っていうのとドワーフがつながりがあるんじゃないかって話をしたんですよね。でこれがドワーフっていうものが今後描かれてくると、で今後描かれてきてその時に一緒にこの地の精霊が出てくるんじゃないかみたいな話をしたんですよね。でね調べてみると本当にこの地の精霊とドワーフっていうのがつながってくると、やはりねここほんまにつながってるんじゃないかと思うんですよ。なんか今のところ精霊って単体でいたわけじゃないですか。サラマンダーに関しては、まあ、単体でいたというかサラマンダーに関してはファナについてたと、でファナについてたものからフェゴリオに移ったっていう流れがあって、シルフに関してはユノがダンジョンで見つけたっていう流れがあるわけじゃないですか。でウンディーネに関しては代々ハート王国の王女と、まあ、契約を結んでるっていう話をしてたので、この精霊自体は3体とも単体で存在してるんですよね。じゃあこの地の精霊っていうのが単体で存在してるのかって聞かれたら、このドワーフとつながってるってところって僕のね考えとしては、この地の精霊は単体でどこかにいるとか誰かについてるではなくて、今現状では誰にもついてなくて、このドワーフたちと一緒にノームっていうのはどこかに存在しているんじゃないかなっていうふうに思うんですよね。でもそれがねもしかしたら以前のね動画で言ってたみたいに地底に存在してるって可能性もあると思うし、それかまたね別のスペード王国とかダイヤモンド王国のまだ見つかってない場所にいるみたいな、まあそれこそダンジョンにいるって可能性もあるかもしれないんですけど、やはりこのドワーフってものが今後描かれてくるわけじゃないですか。あっこでねダブルっていう話だけされて、じゃあドワーフなんやねんっていう風になったままこのブラックロー終わっていくっていう流れは多分ないと思うんですよ。やっぱチャーミーの過去っていうのはまだ描かれてないので、その過去のことを語るシーンでドワーフについて語られたりとか、まあドワーフの村かなんかドワーフがいるところに行くみたいな流れは全然ある気がするんですよね。でその流れで、まあ、地の精霊がそこで出てくるのか、まあ、そのドワーフたちがいるところの長みたいな感じでこのノームっていうのが存在しているっていう流れもあるかもしれんし、その場に誰かがねこの地の精霊ノームっていうのを従えてドワーフのところに行って、この地の精霊っていうのとドワーフが会話を交わすみたいな、そんな流れもねあっても面白い気がするんですよね。でも、まあ、今回のこの地の精霊についてお話をしてるんですけど、次の動画でね誰につくのかっていうところでお話を、ね、していきたいなと思うんですよ。以前ね動画で言った時には地の精霊はソルにつくんじゃないかっていう話をしたんですよ。やっぱソルが土魔法を使うわけじゃないですか。でこの土っていうところで地の精霊っていうのを使っていくんじゃないかって話をしたんですけど、このソルじゃない人物がもしかしたら従えていくんじゃないかなっていうふうに思うんですよね。でまあそれったらやっぱマルスなみたいな感じになるかもしれないんですけど、ちょっとねマルスじゃないと思うんですよ。やはりこのクローバー王国に四大精霊っていうのは最終的に来るんじゃないかっていうのを僕はちょっと考えてるので、クローバー王国にいる人物で、しかもソルじゃない人物っていうのにこの地の精霊ノームっていうのがねまあついていくんじゃないかなっていうふうに思うんですよね。でまあそこに関してはね、まあ、次の動画でお話をするんですけど、まあ、この精霊というところで思うのがスピリットダイブですよね。ユノがスピリットダイブを使えるわけじゃないですか。であれって、まあ、自然のマナをものにしたからこそスピリットダイブによってシルフと体を同化させてパワーアップしていくという流れがあるわけじゃないですか。あれに関してね思ったのがノロペチカですよね。ハート王国って自然のマナに愛されてる魔導士っていう風に言ってたわけじゃないですか。ってなったらこのノロペチカがウンディーネとねスピリットダイブ的なことをで
できるんちゃうかなとかね思ったりするんですよね。やっぱりあのロロペシカって王女なわけじゃないですかね。王女でしかもこのハート王国を全部覆うぐらいの魔力っていうのを持ってるわけですよ。ハート王国内だったら何でも把握できるぐらいのマナを巡らせてるわけですよね。でしかもそれを操ることができるって考えたら、もうユノよりもすごい量の自然のマナを使えるわけじゃないですか。で自然のマナにも愛されてるって考えたら、それを体に留めていくっていう流れもあれば、もちろんねユノが周りのマナを支配したことによって体に留めることができるって流れがあるので、このロロペチカに関してもウンディーネを体内に留めていくみたいな流れがあってもね面白い気がするんですよね。でそれでこのバニカと戦っていくみたいな、そんな流れがあってもいいなとか思うんですけど、やっぱね思うところとしてはフエゴレオンですよね。フエゴレオンのサラマンダーがスピリットダイブ的なねあの精霊動画ができるのかっていうところですよね。ちょっと気になりますよね。獅子なわけじゃないですか。獅子とドラゴンみたいな、サラマンダーのあのドラゴンみたいなやつが合体してどんな感じになるんかとかね、ちょっと気になりますよね。片腕がね炎で作っているってところで、まあ、形に留めていくってところはもうマスターしてるわけなんで、あとはそれをね体内に同化させることができるのかっていうねところなので、サラモンダーとなんか精霊同化したフエゴレオンも見てみたいですよね。でこの3人が並ぶみたいな、3人並んでもう一人この血の精霊を従えた人物が横に一緒に並ぶみたいな、そのね4人ずらって並ぶのもなんか面白い気がするんですよ。でこのウンディーニに関してはね、まあ、代々このハート王国の王女に契約しているって流れではあるんですけど、まあ、僕が思うところとしてはなんかねこのロロペチカが今回バニカに、まあ、死にはしない程度になんか瀕死状態に倒されてしまって、ロロペチカが戦いに行けないからウンディーネの力を使うことができなくなって、まあ、ロロペチカがウンディーネに水魔法を使うノエルさんならウンディーネの力使えるから力を貸してあげてみたいな感じでなんかお願いするんかなとかもね思うんですよね。でその流れでこのそのねノエルに作ってる可能性もあるんかなとか思うんですけど、なんかその場合ね力貸すっていう流れを考えるとロロペチカに戻るっていう可能性もあるような気もするんですけど、どうなんかなってなったらね、このクローバー国に四大精霊全員来るって流れが難しくなってくるわけじゃないですか。ってなったらなんかハート王国にウンディーネがいて、クローバー国にフエゴレオのサラマンダーがいて、まあ、このハート王国にそのままウンディーネがいるって流れだったら、このユノがスペード王国に戻ってスペード王国にシルフで、このダイヤモンド王国にノームっていう、この四大精霊が4つに分かれるっていうような可能性もなんかなくはないなとかは思うんですけど、どうなんかね、もう四大精霊なんか全部来て、全部クローバー国に来て4人揃うみたいな感じにもねなんか思えるんですよね。でまあそれで他国とのバランス崩れるやんっていう風に思うかもしれないんですけど、なんか僕的にはこのバランスというよりも4つの国が最終的に協力していく流れになるんじゃないかなと思うので、なんかそこに関しては別に問題ないんじゃないかなと思うんですよね。この今のクローバー公国のことを考えると他国を侵略していくって流れはないので、逆に他のねこの今のダイヤモンド王国とかスペード王国が精霊を所持していくっていうよりは、このクローバー国に精霊が集中するっていう方がなんか普通にね平和的にはいきそうな感じはしますよね。でまあこのね地の精霊ノームっていうところでね、ドワーフと実はつながりがあるみたいになったら、ここでチャーミーのね過去も描かれるっていうところでね、まあ1回で2つが描かれるわけなんで、なんか可能性としてはあるわけじゃないですか。やっぱこのブラクロってねいろいろ伏線が今のところね出てきてて、それを全部回収していくのかっていうねところではあるので、まあねワンピースがそろそろ伏線全回収し始めるみたいなね感じの告知があったわけなんですけど、ブラクロもねまあさすがにねこのすぐ終わるっていう流れではないと思うんですよ。やっぱドワーフについても描かれてないし、地の精霊も出てきてないっていうところだったりとか、だってねダイヤモンド王国とクローバー王国の関係もね特に変わってないわけですよ。あのマルスとアッサが仲良くなって以降ね、このダイヤモンド王国とのなんかつながりっていうのが全くないので、その辺もまだ描かれてなかったりとか、この発揮症ですよね。発揮症に関してもゼロにあっさり負けてたけど、あいつらは今後描かれへんのかなとか考えたりとか、あとは煙のおっさんですよね。煙のおっさんがもう出てこへんのかとか思ったりもするし、やっぱこのね悪魔の世界との流れ、悪魔の世界の魔人との流れとかね、魔人も今後出てきそうな感じはするので、あのリヒトが魔人化してそれ以外の魔人出てこないのかって考えたらやっぱ出てくると思うんですよ。それこそラスボス級の相手が魔人みたいな感じにはなってくる気がするので、そう考えたらねまだまだブラクロは続くんじゃないかとかね思うので、まあこの終わるっていうところに関してはまだ僕はちょっとね心配してないんですけど、まあどうなんかな、これで終わってしまったらちょっとね悲しい感じではあるわけなんですけど、で、ね、ちょっと思ったのが、このノームについて調べた時にノームっていうのが2種類いるっていう風に言われてるんですよ。まあ、このノームっていう精霊の中でも2種類いるっていう風にねされてるので、なんかワンチャンこのね地の精霊だけ双子みたいな可能性もあるんかなとかね思ったりしたりもするんですけど、どうなんでしょうね。こう双子やったら別に4大精霊っていうんかな、それ5大精霊になっちゃうんかなとかね思ったりもするけど、まあその4大っていうところで別に風、火、水、地っていうね、ただ4つやから4大精霊みたいな、なんかそんな流れもねある気がするんで、まあ、もしかしたらねこの双子っていう可能性もあるんかなとかね思うんですけど、なんかそれに関してねちょっとあんまり確率
率的には低いかなっていうねちょっと思うんですよね。はい、まあこんな感じで途中からね別の話になったわけなんですけど、今回はねこの知の精霊というのがやはりドワーフとつながりがあるのではないのかってね、まあ、考察というかなんか、ね、前出した考察の後付けみたいな感じでねちょっとお話をしました。次の動画でねこの知の精霊をつけていく人物についてお話をしていきたいなと思います。ぜひねこいつで笑顔とかありましたらコメントよろしくお願いします。ということで今回の動画が良かった方はぜひグッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。